九両新潟県道560号田沢省、栗山線は、新潟県十日町市及び、南魚沼市の一般県道である。通称、魚沼スカイライン。魚沼九両のおねずたいに走る新潟県の一般県道の路線の一つ。国道17号と並走するように、南側の十日、町市の12峠、国道353号と北側の南魚沼市の、 八火峠とを結ぶ、十日、長盆地や六日、長盆地を眺めることのできる、長望道路である。全体的には1.5車線幅であるが、新潟県道76号及び、新潟県道82号と交差する、約2トル区間と、十日、調市南魚沼市道八火トンネル線との交差点から、新潟県道478号との交差点までの、区間は、 センターラインがある2車線である。両線区間の12峠入り口と八下峠入り口に案内看板が建てられている。両線は大型車が通行負荷であり、さらに北側は道幅が狭くなる部分がある。11月下旬から5月下旬にかけて冬季閉鎖があり、一部の箇所は上越国際スキー場などゲレンデとして利用されている。 魚沼丘陵の十二峠と八火峠を結ぶ山の尾根沿いにワインディングロードが続き石田、塩沢、六日町と関越自動車道に沿った盆地の町並みが前線に渡り迫力のあるパノラマ風景が広がる。魚沼展望台、十日、頂展望台、八火峠見原市台などルート上に5カ所の展望台と駐車場があり特に十日 超展望台付近の小高い丘からは360度に視界が開ける。ルート上にある各展望台からは、石内から南魚沼、塩沢方面の箱庭のような街並みや、田園風景を展望できるほか、八海山や越後駒ヶ岳をはじめとする山々を、眺望できる。全国の観光道路開発の機運に乗って、湯沢町三つの芹沢峠から小出町に至る。 魚沼丘陵の西山高原地帯の両線を結ぶ観光道路が1963年頃に周辺自治体によって計画された。1967年に県費による補助を受け着工したが初年度に支給された補助金に見合った予定工事額からの実施不足分を翌年に県から指摘があり不足分に相当する補助金の返還を求められ、さらには 各自治体よりブルドーザーを一台ずつ拠出するなど、現物出資して、負担額を軽減させる策が以降認められなくなるなど、地元負担金が、重荷となっていった。計画通り実現すれば、県が運営する、有料道路奥多田見シルバーラインと東京方面の、苗場エリアを結ぶ、一台収入ルートになるとして期待されていたが、建設費と見込まれる、通行料収入が見合わず、 規模を縮小。事業費が増額されないまま細々と工事を進め、着工より12年後の1979年12、峠から八火峠までの約 18km の無料での開通に至った。新潟県は2008年4月1日から9月30日までの間、道路線と新潟県道5号を漕いでおく只見線の一部区間の2路線に、 対する施設命名権の売却先公募を行った。しかし、応募企業はなく、売却計画は事実上頓挫した。ありがとうございます。